学生にとってみれば、すごくちょっと息苦しさもあったのかなというぐらい、学生以上にこう熱くなってた2年かなと。新チーム、他にキーマンをお二人ほど挙げるとしたら、やはり今年調子のいい、やはりあとまあもう一人はやはり1年生で武器で入ってきた、さらに昨年以上の勢いに乗れるのかなと。皆さんこんにちは、ナンバープレミアの涌井健作です。大学駅伝の監督たちにインタビューをしていくシリーズ、今回はですね、大東文化大学の真名子清監督にお越しいただきました。真名子監督、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。関東インカレが終わりまして、まあ5000メートル1万メートルのトラックのシーズンが少し一段落したところかなという状況だと思うんですけれども、はい、駅伝が終わって約半年、この期間っていうのは新チーム始動していかがお過ごしでしたか？どのようにチームを作っていきたい、今までの手応えみたいなところをまずお聞かせいただければと思います。そうですね、まあ基本的にはそのこの前期っていうのは、まあ全日本の予選会も今回はなかったので、まあ、僕がどうのこうのこう指示してチームを作るというよりは、もう新体制の4年生を中心に、まあ駅伝までに、そのチームの、この今年のチームの基礎ができるように学生主体でやらせてきた、まあ約半年間でしたがね。はい。その取り組みっていうのは、大東大の監督になってからは初めてですか？初めてです。はい。今まではあれですよね、まあ、まずチームを立て直すっていうところから始まって、多分、監督がすごく引っ張られてきた2年間だと思うんですけど、ある程度その、ちょっと成熟してきたというか、任せられるようになってきたっていう感じなんでしょうか？そうですね、その、任せられるようになってきたというよりは、もう任せるようにしていかないといけないなっていうところで、で、まあ、今年から、まあ、大きな予選会、選考会が、まあ、ないということも、タイミング的にあったので、まあ、もちろん、指導するところは厳しく指導はしてるんですけれども、まあ、今までみたいに全て、こう、トップダウンでやるというよりは、もうちょっと学生たち主体でまず考えさせて、まあ、そこを僕が修正していけるような形を、やっぱ今後取っていかなきゃいけないだろうなというところで、試みてみました。学生たちが主体になって決めているのは、チームとしての目標みたいなものなのか、日々の練習の立て方、メニューみたいなところなのか、どちらですか？いや、まあ、練習のメニューは基本的には僕が立てるので、まあ、というよりも、こう、チーム作り、まあ、練習の部分、競技の部分もありますけれども、まあ、寮生活であったりだとか、やっぱりこう、365日、まあ、そうです。その成長期の学生たちが、こう、集団生活していくので、まあ、小さなことですけど、いろんなやっぱり寮での問題とかももちろん起きるんですね。そういったものを、まあ、ただ僕が、こう、何か指導してペナルティを与えたりとかするよりは、まず4年生キャプテンを中心に、じゃあどうするかって考えさせる。まあそういったところですかね。はい。ちなみに学生主体になったこの5ヶ月、6ヶ月で、具体的に何か変わった日常生活のルールだったりだとか、チームの雰囲気っていうのはありますか？まあルールは、まあ学生たちが作ったその寮のルールブックみたいなものがあるんですけれども、まあでもそこまで大きく変わったようなものはないですかね。ルール的で言えば。ただ雰囲気的には、こう、まあ、もともと雰囲気がいいチームだったので、僕が来た時から。こう、よりなんかこう、今年はこの予選会がないということで、よりシードその上を目指してやらなければいけないっていう雰囲気は、すごくチーム内で芽生えてきてるのかなと思います。なるほど。関東インカレでは、ハーフで、石大くんがいい結果で優勝もしましたけれども、はい。いい雰囲気になってきているチームの中で、競技力、走りの面では、個々の選手の成長というのは見られていますか？ここ正直言いますと、
関東インカレがもうベストのメンバー、ベストの状態で全く挑めなかったんですね。そうですか。はい。っていうのがもう1月、2月、3月と本当に主力の中から故障者が続出して、まあ、うちで言えば、やはり、西川、大谷、入浜、で、まあ、出場しましたけれども、宗像あたりもこう、練習できてきたなと思ったら故障して、治ったなと思ったら捻挫してとか、ちょっといろいろな、はい、そういったところがあったので、まあ、ベストのメンバーで挑めない中で、全然戦えなかったんですけれども、ただその中で、4年生のキャプテンの西大がハーフで点を取ってくれたっていうのは、まあ何かこう、その中でもこう、キャプテンがしっかり意地を見せてくれたのかなっていうのは感じました。ハーフの結構勝負というか、やっぱりその集団の中でのレースになった中で、きっちり結果を残すっていうのは、やっぱりその選手、西大選手の個人としての強さを感じるものだったのかなと思うんですけど、あのレースはどういっそうた。ですね。はい。前回の100回大会の箱根でも、まあ日本人の中で唯一こう、全然力が発揮できなかったのが西大だったので、まあそういった部分も彼の中であったんだと悔しさみたいなところですか。思います。悔しさでもう最後の箱根にかける思いの中で、この関東インカレのハーフで走れなければ、キャプテンであろうが多分メンバー入りできないっていう、自分の中でそういうこう、危機感を与えて、やった結果だと思います。すごい、もうこの5月のタイミングからもうメンバーに入れないぐらいの危機感っていうか。そうですね。それはもうチームの中で僕もいろいろと学生には発信してるんですけども、去年走ったから走れる保証はないし、むしろその保証がないぐらいのチームにしていかないと、今年の目標には達成できないっていう話はしています。その西大君が、関東インカレの走りを見る限り、やはりチームの中心にはなってくるのかなというふうには推測しているんですけれども、新チーム、他にキーマンをお二人ほど挙げるとしたら、どなたになるでしょうか？やはり4年生なのか。いや、まあ、基本的には4年生。やっぱり、学生スポーツでこう、4年生の役割っていうのは、すごく大きいですので、もうその4年生がいかに一体感を出してやるかっていうのは、すごく、大切なところだと思います。ただ、その中で言えば、やはり今年、調子のいい、やはり、小田恭平あたりが、しっかりと、走ることができたら、さらに昨年以上の勢いに乗れるのかなと。あと、まあ、もう一人は、やはり一年生で、ルーキーで入ってきた、やはり大浜あたりが、ルーキーらしい走りをしてもらえればなと思なるほど。いや、今季のチームの話をお伺いしてきましたけれども、ここで少し、この監督が就任してからの2年間、まあ2年ちょっとの期間というのを少し振り返っていただければと思っています。います。はい。で、先ほど藤井の方からも話がありましたけれども、まずは土台を整えるところからというお話があったと思いますけれども、2年間、端的に振り返ると、どういう2年間でしたか、監督にとっては。いや、本当に学生にとってみれば、すごくちょっと息苦しさもあったのかなというぐらい、本当に特にまず1年目ですよね。本当にトップダウンで、まあ、とにかく、変な話、まあ、あんま良くないことですけど、自分たちの考えを優先するよりも、まずは、僕の指導をしっかり聞けということで、やってきたので、1年目に比べて2年目はそれが少し緩くなった部分はもちろんあったんですけれども、なんか本当にあっという間の2年っていうか、なんか自分で言うのもあれですけど、学生以上にこう熱くなってた2年かなと自分の中であります。はい。1年目の目標としては全日本と過去はい。2回で、2年目は共にシード権獲得というのを全て達成できているというのが、改めてすごいなと感じるんですけれども。ああ、ありがとうございます。まあでもそれはやはり、まあ僕が言ってることの意図であったり、まあ、そういった気持ちを学生がこう、しっかり、自分たちの思いに変えてやってくれた結果かなと思います。
1年目、結構そのトップダウンで、その練習にしても日常生活にしても厳しく監督の方がご指導されたということで、箱根駅伝終わった後の陸上競技マガジンさんの4年生の座談会の記事の中で、はい。正直やっぱり監督が来た時すごい怖かったっていう正直な発言をしてるんですけれども。2年前ですか？今年の箱根終わった後です。に、やっぱり。あ、じゃあ、久保田たちってことですね。はい。はい。で、久保田くんがすごい怖かったと。はいはい。で、結構正直にお話をされていて。はいはい。ただその、まあ、なんて言うんでしょう。選手に嫌われたくないとか、なんか、思いはありつつも、はい、結構心を鬼にして、やったのか、やはり、はい、変えるための使命感みたいなもので、そういう接し方をしていたのか、そこはどちらだったんでしょうか。やっぱり、シード権を取られて、監督が涙を流していたシーンっていうのは、学生たちがいきなり、清しコールをしてきたので、で出迎えてくれたのがなんかこう自分のこう2年間が本当に走馬灯のように頭の中で流れて。